コロムナ市電は、ロシア連邦の都市であるコロムナに存在する路面電車。2020年現在は、モスクワ州の国家統一企業であるモソブルエレクトロトランスによって運営されている。ソビエト連邦時代の1948年11月5日に開通したコロムナ市内を走る路面電車。1940年代初期の時点では、トロリーバスの導入が検討されていたが、 第二次世界大戦の影響で中断された後に、トロリーバス以上の多数の乗客を輸送可能な路面電車へと変更され、2年で工事が実施された経歴を持つ。コロムナ市電は道路に沿って付設された専用軌道上を走行しており、定時性に優れているほか、施設の定期的な保守も行われている。また、1991年から2006年まで、 コロムナ市長を務めたバレリーンシュバロフは、路面電車をコロムナにおける重要な交通機関と位置づけ、存続の方針を打ち出した。さらにコロムナの人口や都市の大きさが路面電車に適していたこともあり、ロシア連邦の他都市で路面電車の廃止が相次ぐ中で、コロムナ市電は多くの利用客を抱えており、2002年には路線延伸も行われている。また、 超低床電車の導入をはじめとする近代化も積極的に進められている。2020年現在、コロムナ市電では2つの環状線を軸とした以下の10、系統が運行している。運賃については、現金で乗車券を購入する場合1回の利用につき53ルーブル、手荷物は1つにつき、追加料金34ルーブルが必要となるが、IC カード、 ストレル化もしくは IC カードに対応したクレジットカードを使用する際には34ルーブル43カペーカとなるほか利用回数に応じた値下げも行われる。2020年現在、コロムナ市電に在籍する車両形式は以下の通りである。2010年代以降は超低床電車の導入を積極的に進めている。ありがとうございます。